やってきました、第1回主チャンネル。王様ゲームなんか他の実況者さんも結構やってるみたいで、主チャンネルでもやってくださいとのリクエストをいただきました。ということで全員集合。久しぶり。簡単にルール説明するわ。ここに赤い割り箸が1本、そして1から7の番号が振られた割り箸が7本。みんなでこれを引いて、赤を引いた人が王様、みんなに命令ができるのよ。まあ命令はできる範囲の命令だぜ。ルールはオッケー？百聞は一見にしかず。ということで早速やっていきましょう。第1戦。王様命令だ！私だ。ということで第1戦の王様は A 期に決定。おめでとうございます。さあ命令は何だ？最初だから軽いの頼むぜ。じゃあねえ、3番か6番の。体温をおでこで測る。まあ最初にしてはいい感じ。ちょっと照れくさいぐらいで、ちょうどいいですね。はい、3番だあれ。私です。さあ、遊戯の相手は、6番主だぜ。遊戯どんまい。じゃあ遊戯、主ちゃんの熱測ってあげて。オーケー。さあ来たまえ。せいや。じゃあ。なんか刺さってるぞ。まあ遊戯になった時から、うすうすこうなると思ってたよ。36.5度、平滅平滅。第2戦。王様命令だ！ふふ、私が王様だ。お、マリサ女王。マリサいいなぁ。マリサさん、命令は何でしょうか？じゃあ一人一個、私のこと褒めてもらおうかな。ツッコミも天才。はい、遊戯終了。あ、同じのはダメだぜ。しっかり者、優しい、かわいい、仲間思い。あらやだみんな正直。あとは主くんと、霊夢さん。さあ来なさい。おい、なんかあんだろ。霊夢、目が死んでる。あ、帽子、その帽子めちゃ可愛い。そうそう、帽子のフリフリが最高。おめえら、それ私の褒め言葉じゃないだろう。まあ帽子の褒め言葉ね。もうね、黄色髪がそんなに似合うのはマリサだけだよ。あ、これはいいんじゃない？はい、霊夢ちゃん合格。あとは主だけだぞ。こうなったら、奥の手だ。言葉ではなく、動きで示してみせよう。貴様何する気だ？主キッシュプレゼントを。ふざけんな。マリサ、内緒。主くん飛んでいっちゃった。じゃあ次行ってみよう。第3戦。私も王様やりたいな。まあこればっかりはポケモンだからしょうがない。じゃあみんな引いたわね。では、王様やりたい。やったー、私王様。今度は豊姫さん。そろそろきつい命令でもいいんじゃない？そうね、豊姫、じゃあ争う。じゃあ周りの期待にお答えして、1番と5番が赤ちゃん言葉で、自己紹介。何気にきついな。でもいい命令、ナイスチョイス。もう表情で2人分かったぞ。はい、1番です。5番だバグ、最悪でしゅ。いや、ニトリン、ノリノリやんけ。ニトリから行くでしゅ。あのね、アタチ、メカニトリでしゅ。ニトリンって呼んでください。趣味は、盆栽でしゅ。赤ちゃん言葉で趣味自熟成。推し、ニトリンお疲れー。高橋、まあ頑張れ。推し、では覚悟を決めていきます。高橋でちゅ、名字みたいだけど、これが名前なんでしゅよ。これからも主チャンネル、見てくれたら嬉しいでしゅ。よろしくでちゅ。やりきりましたー。さすが高橋、こういうとこでも真面目。よかった。なんだ最後の。じゃあ次回も見てね。